さて今日のアフターテラちゃん経済学者田中秀富先生です田中さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、今日は厳しく聞きますよおどうしたんですかもうですね、ええ、最近ですねおにぎりがいいと聞いちゃったからもう違いますえ違いますか最近はですね、ええ、来ましたよついに何が来たんですかもう この波に乗らなければいけないということでブラック残業テラちゃん、はい、違う、もブラックの波がいえばきまってますからねアフターですからねさて、えー、今週末の9月9日から10日にインドで開催される G20 主要20の国や地域の首脳会議に習近平国家主席が欠席することが分かりましたすで、まあ、に中国外務省は李首相が出席す,出席すると発表していて 注目されていた米中首脳会談は持ち越しとなりました中国外務省は習近平主席の G20 欠席の理由これは明かしていませんが いやこれ習近平国家主席の身に何か起きてるんでしょうかねまあ一つ言えるのはやっぱこう国内的なねえまあ事情ではないかなという見方の方が強いですよね。はい、例えばあたし確かにインドで行われるということでインドと中国の関係が今あまりうまくいっていないと、はいはい、例えばあのえ最近の南アフリカで行われたブリックスのですね会合でもモディ首相と習近平え国家主席がです、ね 公式な、確か対談はしていないと、立ち話程度であるということで、関係がそんなにうまくいっていないということは確かなんですが、それをもって、今回、インドでやるから、圧巻、米という感じで、来ないと国境問題があるってね、言われてますから国境問題は昔からありますから、それが今、何かこう、ホットイシューみたいな感じにはなっていないと思うんですよ。でですの考え られるのはまあ国内的な問題であるとか、あるいはまあ、えー、習近平氏の個人的な事情、えー、この2つしかないと思うんですよね。で、国内的な問題であるとすればですね。やっぱ、あの、えー、政治権力争いが発生してですね。それに対する対応なのかまあ、自分がいない隙にですね。まあ、例えばえ反発を強めていると言われている。まあ長老グループ、えー、がですね。何か画策するのをですねえー、ま。 するるために戻っていいののかその可能性は高いともう1個はですね、えー、国内の不満が強いのをですね、えーえー、国外に向けるための、まあ、準備をする、はい、これが一番嫌ですね,ですね日本的にもね一番考えられる一番過激な点で考えられるのは、まあ、台湾有事関係ですよね。 はいままあ、それはどうなのかというふうにこの欠席の理由、<laughs> 一部では、ですね今もお話出てきましたが、中国が G20 の議長国、インドとの間で国境問題を抱えていて、で中国が8月に発表した最新の地図に、紛争地域が中国領土と記載されたことで、インドから猛抗議 猛抗議を受けたことが、まあ、その原因の一つと言われています、まあ、一方で中国経済が大変な事態に陥っているのでその立て直しに当たるため、まあ、こんな説もあります習近平国家,主席国家主席に就任した2013年以降コロナ禍のオンラインも含め G20 に毎年参加していたということですから、まあ、それを欠席、まあ、これはよほどの理由があると考えた方がいいよろしいんでしょうねやっぱりねまあそうだと思いますけど 若干ちょっと冗談めかして言うとこの間のブリックスの会合プーチン大統領は国際手配されてますんで本人が出席すると南アフリカ行けなかったそれで記念撮影でテレビのモニターで出てたじゃないですか一説では卒業アルバムかなんかで僕もあるんですよ撮影時に欠席するそうそうそう。 上の方に僕は高校の卒業アルバムで確かそうだったと思うんですよ、僕自身が。プーチン大統領ね、お礼になったかと。でもね、テレビをまさか置くとはね、新しいなと、テレビ来たと、旧メディアっぽいですよね、テレビがね、スマホで誰かが持ってそこにプーチン大統領が出てきたら笑っちゃうんですけどね、そういった感じでね、これ、俺が 出なくても それでねひょっとしたらね全体会合でね李首相がねスマホを持ってねそこに出てくる可能性も否定はできませんがそういった冗談めいたものはありますけれども本当に考えれば先ほど言ったようにまあね今寺島さんがおっしゃったような最近話題の中国の新しい 新しい公的な地図にもう本当オレ様ワールド全開でね、もうすごいっすよね。九段線ならぬ十段線みたいなね。そうもうあのほとんどのなんあの今紛争のねあのなんて紛争地域え地域のあの海洋部分全部俺のものみたいに全部俺のものすごいっすよあれで。 やばい,いやよくできるなって国として、ええ、ね<え>やったなという感じはそれが怖いんですかねもしかしたら急断されるからまあ G20 の、ねええ、中にはもう当然それでね不満抱えてる国が、ええ、ほぼ揃ってますからそうです 糾弾される可能性もあって、ええ、えそれを避けるというのもあったのかもしれないですけど、うんはい、まあねどうなんですかね僕は国内事情の方が強いっていうふうに思うんですが、ええ、で今のところ出てこない体調不良説は出てきてきないですよね体体調不良説、ね、体調不不良良説どうなんですかね。ねえ まあそこら辺が出ると、いよいよ、うん、あだって体調不良がです、ね、まことしやがに情報として出るとすればです、ね、これやっぱ習近平体制の終わりの始まりっていうのはもう確実でしょうね。だってそういったものがまあ出るっていうのは、分ねあのー、中国の国内の反習近平勢力から出るっていうことはもう間違いないと思うんですよ。はいはい、でそれが出ちゃうってことはです、ね、まあ、情報統制が緩んできていると。 つまり権力がですねまああのもう終わりの始まりみたいなんですが、まあ、それが出てないってことはですね,ま,すねまあ結構ね、えー、思うほどには周りが言うほどにはですね彼のこう… え政治的な基盤というのはまあまだ盤弱となるとやはり何か意図があるということなんですね。そうですね。やっぱあの国内のあの反対勢力、特にまあ最近ねあの活発化していると言われているまあ長老グループにえーまあ首さしに行ったという可能性もありますよね。はいえー、まあその長老グループですが夏に行われた北戴河会議、こちらでも習近平国家主席が長老グループからの厳しい還元これを受けて習近平国家主席が 自らの側近らを叱り飛ばしたまあ、こういう光景もあったと言います、えー、中国内政においても何か起きている、まあ、これをまあ、この北太が会議の、えー、この様子を見るにつけ何かあるかもしれませんねその長老グループの還元自体は北戴賀会議の前あたりで、はい、え何か言われたらしいという風な情報があるんですが、えー、まあ事前ではですねこの北戴が会議ではもうほとんどですね、うん、えまあ長老グループがまあ江沢民さんが亡く なって胡錦涛さんがですね胡錦涛さんがですねこの間の大会の時にですね体調不良かなんかで途中退席しましたよねそういったことにも症状されるように長老グループの関与っていうのはほとんどなくなったんじゃないかと習近平体制が盤石の下でこの北戴河会議やるんでまあ安全するみたいな事前の予想があったんですけれども逆にねそこでまあ あのなんか事前になんか言われて長老たちにそれであの切れてですね自分まあイエスマンたちにですね当たり散らしたとどこの北朝鮮だよみたいな感じですけど <laughs> す、ね、まあ三期目ともなるとこうなっていくのかというねまああのね長期政権を腐敗するっていうねあのどこの国でもねあのほぼ通用するようなルールがありますがそれを考えるとですねやっぱりもう長すぎんだということでしょうねで一方で中国によるこの日本の処理水開 中国では現在、SNS に日本の処理水の危険性をあおる動画を次々にアップされていて、8月末頃からは海産物を食べる岸田総理の映像に続いて、ストレッチャーに乗せられた人や走る救急車の映像を差し込んで、中国語で核汚染水、海鮮、中毒などと書き込まれた動画を拡散しているといいます。 映像を通してみると各汚染水えそして海鮮中毒と書かれたですね動画に岸田総理が登場し海産物を食べた映像の後に誰かがストレッチャーに乗せられて救急車で運ばれるまあ、こういう流れに編集されているということらしいですまあ、この映像を見た中国人たちから岸田総理が日本の海産物を食べて緊急搬送されたという偽情報も拡散されているということなんですが まあこういったフェイク動画を作ってまで日本を落とし入れようとするこのコンテンというのはいかがなもんですかね。まあそうです。えー、まああの中国オリジナルな SNS 上で特にまあ流行ってるとは思うんですよね。はいえー、まあ YouTube なんかでもたまにあ YouTube とかあとは t w i t t な旧 Twitter ですか。はいえー、えなんかでもたまには見かけますけれども、はい、ほとんどですねまああのなんていう削除されてたりしてますんでね。はいえー、<laughs> まあこういったものがですね。えー に騙される人っていうのは。 まあえー、中国あるいは、えー、中国外のごく一部の人が、うんまあ、カルト化する可能性はあるとは思いますね。はいまあ、そこで、まあ、突発的な,、ね、なんかトラブルが出るということは、まあ、あの考えることはできますけれども結局嘘ですから、えー、あの嘘がです、ね、そんなに大きな力をです、ね、持つことは多分ないと思いますし、はい、でこういった話題がです、ね、中国国内で蔓延すると、まあ、今日の、えー、本問の方でも言いましたけれども中国の解散、えー 市場中国の業者自治体にです、ね、マイナスの影響が及びますからね、はい、そういったことを考えたらです、ねえー、自分で自分の国を、えー、締めているということでしかないと思いますねこの拡散されている動画もちろんです、ね、フェイク動画の類のものですけれども岸田総理、昨日も元気な様子で、ま、入院したなどの事実はありませんから、ま、一応ここを押さえとかないとね。岸田さん、ねあのえー、総理大臣になって唯一、はい 体調の変化といいますか見かけの変化というのはですね後頭部がちょっとですね寂しくなってきたなとそれやっぱり新郎ってことですか新郎じゃないですね我が陣営に来たとここは前向きに捉えましょうなるほど我が今日ですねお別れのようにですねちょっと沿ってきたんですねいいですか村上春樹がですね昔ね完全な小説はないと。 いうこと言ったんですよね完璧なハゲもないんですハゲにはですねハゲなりの苦労が必要なんですねこうほっとくとですねピロピロピロって出てくるんですよそうするとんか認めないじゃないですかそれをですね収穫の時が来たってですね刈り取るわけですよねそうなんですか収穫もう秋が来たっつってあとですね今日ちょっとですね私滑舌がですね思うようになんないんですよどうしたんですかえ えー、今日ですねヤクルト戦もないですし、はい、あの私の持参したですね、はい、あのタクシーの運転手さんにんい,、えー、いただいたアイスコーヒーとタクシーのドライバーさんからいたとりあえず水飲んどけとえ、はい、それだけです。 あ水美味しいですけどね。いやいや美味しいですよね。ぜひですね。季節やっぱり水大事ですけど。あのサントリーさんもですね、スポンサーになっていただきたいですし、ええあの朝日飲料さんもですね、あのぜひですね、あの待ってますんでですね。おおてらちんよろしくお願いしますね。えこれまあこれはおやおてらじゃなくてブラック残業えですけどね。アフターテラちゃんです。ブラック残業ブラックじゃないですから。えもちろんですね、まあこのね先ほども言った通り岸田総理は元気だというこの後。 中国の人たちですね今週末の G20 に岸田総理が出席していてで習近平国家主席が欠席しているのを目の当たりにしたら、まあ、これどういう反応をするのかという、まあ、こんなこの素朴な疑問も出ているとだからフェイク画像を動画をですね信じてあれ、岸田総理動いてる生きてるよとかですねあれ国家主席まさかということになるんでしょうか。 まあでもねこの G20 の動画自体がもう流されないとかですねあんまりそういった声が出てくるともうだって向こうはですね情報統制すごいですからね岸田生きてたのかよっつったらですねもうそれ言った瞬間プイって消され消えちゃうんだその代わりにですね 岸出されるどうして後頭部いったんや,いや,いや,いやまた2011年に福島第一原発に溜まっていた低濃度汚染水を浄化した水を飲んで安全性をアピールした当時の園田康弘内閣府政務官に関してえ中国のインターネット上で園田氏ががんで死亡したまあこういう情報も出回っていたといいます。共同通信がこの情報を受けて今月2日に 小野田氏の生存を確認したところご本人が直接電話取材に応じて中国によるデマを否定しましたまあ、ご無事で何よりまあ当然といえば当然なんですけどまあ、勝手に死んだって言われるのもこれは失礼しちゃいますよね、えー、そうですよねだからこういったね、えー、フェイクニュースって言いますが、それも例えば、えー、中国共産党や中国政府のま意、あ、気がかかったですね何らかの組織、うん 集団がです、ね、流していたとすればです、ね、今後、そういったものをです、ね、に対する対応というのが、はい、日本、あるいは西側諸国ともにです、ね、より一層考えていかなきゃいけないと、はい、日本であれば国内のです、ね、法的な整備こういったまあ政治的な意図特に海外からのです、ね、暴力的なあのフェイクニュースの格差これに対してです、ね、日本政府はちゃんと国内法の整備をしてですね 対応の、あのーまあ、事前のですね、えー、なんて言いますかね、えー、そういったさまざまな対応をです、ねはい、考えていかなきゃいけないということで、えー、一ついいい教訓だと思いますよちょっと外れますけれども、あの例の中国からかかってきた迷惑電話、はい、あれも最初はね、その当局の方が、えー、や,りやりましょうなんてね、け、えー、しかけたのかなと思ったら、そうでもないんですね、あれね。 若い子たちがねそういたずら目的みたいな感じで <laughs> そうですね。ねまあそういうのもありますし、はい、まあそれをまあ放置してるっていうところで、えー、まあ中国側のですね、はい、政府側の意図っていうものも組み取んなきゃいけないですよね。えーえー、それシャットダウンできるように決まってるじゃないですか。それを。よろしくないと思えば、ねえー、しかも、あの中国の外交官、えー、ね、あの、はい、記者会見なんかで、まあそういったものをですね、後押しするかのようなですね、はい、まあむしろね、自制を求めるんじゃなくて、えーえー、まあ、 例えば、把握してないところですよね。ええ、もう、ええ、もうね、放任してるわけでしょ。はい、まあそういった意味では間接的なコントロールしてますからね。うん、またあの一部の、えー、まあな。 海外の情報ではやはり中国側の、ね、組織的な関与も疑われるみたいな、ね、報道はありますから、はい、そこら辺は、ね、ちょっと注意して見なきゃいけないと思いますね、はい、さて先ほど出てきたです、ね、園田氏ですけれども、まあ、当時の自身の行動がきっかけでデ,モがでデマが広がったことについて震災を経験された人や福島県の人に改めてお詫びしたいと話していたということですが、まあ、確かに悪質な記者からの挑発にのって 水を飲んだというこの態度、まあ、これですね、えここがまああの指摘されている部分ではあります。ただ わざわざこれ謝罪するようなことなのかという、まあ、こういう見方もできますもんねそうですね、ま,あ、またね、えー、メディアの方もね、そういったあの無責任なね、はいえーまあ煽るわけですよね、だからまあそういったことを考えれば、ね、日本のマスコミのです、ね、レベルの低さっていうのも、ますよ、はい、でまた、日没寸前に日本の海を撮影して、日本の海が真っ黒になったと配信している中国人の動画も、中国で人気動画となっているようです。でこの映像を配信して ている人物は、処理水放出前の海の様子として、日中に撮影したものを流して、処理水放出後の映像として、日没前に撮影したものを流して、海の様子を比較させているといいます。 まあこんな手口で騙される国民性っていうのも何か科学の知識のレベルっていうのを中国の、ね、国民の方々にも、はいえー、言いたいんですが日本の海が真っ黒になったみたいな、ね、フェイクニュースを喜ぶよりもです、ねはい、例えばあの海外の、ねまあ、NHK であれば、はいえー、中国の,あの共産党にとっては、まあ、あんまりねあの 好ましくないようなニュースが全部画面が真っ黒になっちゃうんですよね。はい、そっちの真っ黒の方を問題視にした方がよろしいんじゃないかなという,ふうに、はい、あの、はい、思いますね、はい。って言ったらです私の本が倒れてしまいましたが、えー、これは別に中国側の工作ではないですよ。偶然 <laughs> ですね。偶然ですね。ないすタイミングですね。でもね、はい、さてこの動画配信している人物はですね別の動画で日本人に汚染水について直撃インタビューをしていて処理水だ 日本から出ていけ、えー、と返り討ちにあった人物もあるそうです、まあ、それにしてもお中国の政府というよりはですね中国国民が率先して日本叩きのフェイク動画を作って拡散させているようだと。こ、まあ、これはこの方が 視聴者が増ええるというふうふに考てだからまあ、えー、これを、えーまあ、YouTube なんでしょうかね、はい、どこで流してるか分かんないですけどそれでこうアクセス稼ぎ、はいえー、で、まあ、注目を浴びるということに喜びを感じる人はですね、えー、まあ中国だけではなくて、えー、世界中にいますからね、はい、まあそういった、まあえー、目的であればまだあの話はまあ、えー 単純なんですが、うんまあ、こういったものがですねやはりこう、まあ、中国政府も放任してるっていうことの方が ね、間接的なコントロールですよね、うん、えそっちのほうが僕は重要かなというふうに思いますよね。これどどうこと日本が訴えたりとか、処罰とかできないもんなんですかね。あのー、これはですね国内にこの人がいて配信するのであれば、ですね、うん、あ取り締まるですね、うん、何らかの,この手段ということは考えることもできるんじゃないですかね、うん、政府は日本政府はそういったこともですね、はい、十分対応すべきだというふうに思いますね。うんはい、一方でこういった動画の影響 かから中国国民の間で日本の処理水海洋放出以来ですね中国で放射線のこの線量計を個人で買う人が相次いでいるといいます、まあ、もちろん国民の不安を煽るような情報が放置されているわけですから、まあ、こういうことも理解はできますで中国メディア国民になぜか冷静になるよう呼びかけているといいますというのも先月上海で旬の上海ガニを食べた家族が中国国内の処理水の報道 を見て不安を覚えネットで購入した線量計で娘のお腹を測定したところ基準値を超える放射線量が測定されアラームが鳴ったと上海メディアが報じています上海ガニの線量これはですね日本の処理水とは全く関係のない話ですから、まあ、当然このような事態が増えてくると中国本土のこの放射性その放射の汚染がですね、えー、まあ分かってしまうというかバレてしまうという まあ、こういうことになります。まあ、中国メディアが慌てて国民に冷静になるよう呼びかけているということのようです。まあ、もはやこの中国国内の放射能汚染の情報、これもですね、錯綜してしまっているということのようなんですけれども、これ、このままにしておくと、大変な騒ぎになる可能性だってありますもんね。だからですね、あの、もともと中国のこういった報道、あるいは情報のですね。 問題っていうのは、ですね中国共産党が非常にこの規制を強めていて、監視国家がし,ゃしていると、つまり情報をですね政治の都合でですねコントロールしているわけですよね、そういった歪みがある上で、こういった、まあ、あの非科学的な、えー、話題がですね流れてしまうと、えーまあ、歪みに歪みの二乗みたいになっちゃって、ですね、はい、まあこれもまあ自ら招いているというわけですよ。だから、まあえーまあ ね、中国の方々に言いたいのはですねやはりこういったあのー、中国共産党が主導するようなですね情報コントロールそれをですね改めて問題にするいい機会にですね、はい、してほしいと思いますね、えーはい、あのー、そうじゃなければですね、えー、ただ単にですね間違った情報をですね言って、えー、まあ 日本も中国の、えー、国民レベルでは損することしかないわけですよね。えー、やはりこの、ねえー、何が原因かというとやっぱ情報を、えーこのえー、処理水の放出の前からですね、歪めている、えー、中国共産党のそういった情報政策の,この、ねえー、問題、これにです、ねえーまあ、中国の方々は面と向かってです、ね、対応すべきではないかと。 いうふうに思いますよね、はいえー。この中国の放射能騒ぎに対してですね冷静な中国の人たちもたくさんいるのはもう分かっています。でそんな中福島県いわき市の大川魚店が、えー、この X に書き込んだ投稿これも話題になってます。大川魚店の投稿本日中国人の方が食堂山子にご来店されました。海鮮丼を食された後帰り際に 私は中国人です私は日本福島を応援してます美味しかったですありがとうございましたとお言葉をいただきましたとても嬉しかったですまあ、国家間ではですねいろいろありますけれども現場はいたって穏やかですとまあ、こういうふうに書かれていたもう素晴らしいですね,ね<ー>だからねあの先ほどいろいろ話題になっているそういったフェイクニュースみたいなのを拡散したり喜んだりですね、はい、間違った情報を流す、えー、人もいると思います、はい、それはまあ日本の 日本中国、世界各国いると思うんですけどそうじゃなくて圧倒的多数の人たちはですね中国の方々も冷静に物事を見ている方の方が多いと僕は信じてます、はい、でその声の一部がですねあのこういうふうに報道されているってことはです、ね、そういったあのサイレントマジョリティの人にとってはですね、まあ、朗報だと思いますので僕は本当にねあの中国の多くの方々はこの意見と同じだというふうに信じて疑いません。はいまあ って億人いますからね冷静な人の方が多いと思って中国共産党のプロパガンダそういったものにですね距離を置いて中国の人たちは伝統的にねお上の言うことは距離を置いて表では同調したように見せかけても裏ではしっかりと厳しく見てるということが伝統的に普通だと思いますんでね。そこは日本の我々も 間違えちゃいけないというふうに思いますけどね。はい、まあ、先ほどね田中さんからねじれの事情っていうのがありましたけど、ねじれの事情で真っ当になってくれるといいですけどもね。そうですね。<っ>それを私はあの、うん、中国の方々に、えー、期待し,してますね。はい、あの中国共産党の様々な問題、特に習近平体制のこの長期化が生んだですね。あの歪み政策の失敗ですね。うん、そういったところにですね中国の国民が、えー、より厳しく表に出てですねあの見てほしい。 しいなっていうふうに思います。はい、以上アフターテナちゃんでした。田中さんありがとうございました。